本の航空自衛隊が現在運用中である F2 戦闘機。その代替機となる次期戦闘機をめぐっては2022年5月にアメリカではなく、イギリスとの共同開発が進められる方向にあることが日本のマスコミ各社から報じられたのも記憶に新しいよね。2020年末の時点においてはこの自衛隊の次期戦闘機に関しては、日本の防衛産業の有たる三菱重工業者が主幹企業となり、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ体制で進められていくものと見られていたな。でも現時点ではイギリスとの共同開発が濃厚になっているよね。どちらにせよ、日本の国防のために良いものを作ってほしいな。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の次期戦闘機開発計画について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、アメリカのロッキード・マーチン社といえば世界初のいわゆる第5世代戦闘機に宣伝をつけた F-22 ラプターや、今や西側諸国の標準とも言うべき F-35 ライトニング2を世に送り出している、今の戦闘機分野のリーディングカンパニーだよね。日本の航空自衛隊でもその F-35 ライトニング2の通常滑走路仕様である A 型を105機、護衛艦出雲加賀の艦載機とする短距離離陸垂直着陸仕様の B 型を42機調達している最中であり、その存在感は高いものとなっているよ。アメリカでも次世代戦闘機の開発計画は進めれており、そこでもロッキード・マーチン社は主体的な地位にあると考えられているんだけど、日本とアメリカとでは新開発の戦闘機の導入時期に乖離があることは確かだったんだ。日本は現行の F2 戦闘機の退役を2035年前後から始める予定であるため、次期戦闘機の収益もこれと同じタイミングが求められているんだけど、アメリカのそれはもう少し遅い時期であり、2040年代だと考えられているよ。こうした収益時期のズレだけに止まらず、アメリカ側では日本の次世代戦闘機の使用、第5世代戦闘機の範疇に収まるとの見方をしており、ロッキード・マーチン社としては技術支援を行うメリットに乏しいとの判断も重なったみたい。そこで日本は自国の次期戦闘機とその収益時期2035年を同じくするイギリスのテンペスト計画に接近。2022年に入りイギリスのロールス・ロイス社と機関部開発での共同をまず打ち出し、にわかに方向性の転換を図ったってわけ。また戦闘機用の新型のレーダーセンサ類についても2022年2月には、イギリスと日本とは共同にて研究開発を行う基本の合意書の取り交わしを行い、その部分からもイギリスとの共同協調に舵を切ったことが明らかになったよ。2022年7月にはイギリスで開催されていたファンボロー国際航空ショーの中で新たな発表があり、これは日本の三菱電機社とイギリスのレオナルド UK社イタリア企業のイギリス法人が、実証機の開発を行うことで合意したというものだったんだ。イタリアを代表する軍需産業大手のレオナルド社はこうした戦闘機搭載用のレーダーの分野でも、ヨーロッパのユーロファイタータイフーン等での実績が豊富で、さらに同社のアメリカ法人はイスラエル向けの製品開発にも多数参画しているぜ。それらのレーダーセンサ類は戦闘機用に止まらず、艦艇や車両搭載型など陸海空の全分野に及んでおり、イギリスのテンペスト計画向けにはジャガーシステムと呼ばれるレーダーの開発を担っているんだ。今回のファンボロー航空ショーでの発表はこのレオナルド UK 社が進めているジャガーシステムの共同開発に、日本のみ三菱電機が加わるということで、イギリスと日本とが各2機ずつの実証実験機を製作していくとされているみたい。ジャガーシステムは設計の段階から製作を経て、評価を行うまでの一連のサイクルにおよそ5年ほどの期間が必要と見込まれており、現時点から起算すれば少なくとも2027年頃には実用化のめどがはっきりすると考えられるよ。こうした一連の流れを整理すると、イギリスのテンペスト計画の全体を主管しているのが BEA システムズ社であり、そこに搭載が見込まれるレーダーのジャガーシステムをレオナルド UK 社が担当していると言えるんだ。そして日本の次期戦闘機開発においては、その全体を主管している企業が三菱重工業社であり、そこに搭載するレーダーについては三菱電機社がレオナルド UK 社と共同で開発するジャガーシステムが予期されることとなったんだって。三菱重工業社は日本の防衛産業の雄として自衛隊を支えており、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦である最上型や、イージス護衛艦であるアタゴ型、また歴代の潜水艦など各種の大型艦艇を建造していることでもよく知られているよね。間違いなく日本を代表する企業の一つだよね。また三菱重工業社は戦闘機の分野でも現行の F2 戦闘機をロッキード・マーチン社と共同開発しているほか、歴代の航空自衛隊の主力戦闘機のライセンス生産も行っており、F-15J イーグルや F-35 ライトニング2A 型もそこに含まれるんだ。三菱重工業社はこうした各種の軍需品以外にも、海上保安庁の巡視船巡視艇などの建造、水力地熱風力太陽光原子力の各種発電用設備、
鉄道システムから宇宙用ロケットまで手掛ける一大製造業だからね。無論同社は日本の防衛産業の中では最大の規模と売上高を誇る企業であり、防衛産業以外の裾野も広いとはいえ戦前から日本の兵器開発に大きく寄与する存在となっており、さっきも言った通り、いわば日本の防衛産業の代名詞的な企業だな。また三菱重工業社の三菱グループ内での立ち位置から見てみると、金融機関の三菱 UFJ 銀行、総合商社の三菱商事と並ぶ同グループの中核を成す企業であり、基本的に輸出が期待できない日本の防衛産業にあっては採算は二の次とも言われるよ。こうした三菱重工業社の企業姿勢は、かつて三菱グループを創始した岩崎弥太郎から続く、国家の発展とともに歩んできた歴史的な背景に負うところが大きいとも言われており、良くも悪くもその企業風土に今の日本の防衛は支えられているんだ。こうした三菱重工業社に比すれば、今回レオナルド有形社とのジャガーシステムの共同開発を進めることになった三菱電機社はそこまでの防衛産業色は薄いと感じられるんだけど、一部では精密誘導が可能なミサイルなども製造しているみたい。三菱電機社が手掛けている兵器としては、アメリカのレイセオン社製の AIM-7F スパロー中距離空対空ミサイルのライセンス生産や、自前の AAM-499 式空対空誘導弾などがあり、またミサイル防衛システムの分野にも関与しているよ。こうした三菱グループの中にあって三菱電機社は三菱重工業社からおよそ1世紀前の1921年に分離独立した企業だけど、両社はエアコンなどの一部の事業ではバッティングする間柄でもあり、うちわでは良好な関係ではないとの声もなくはないみたい。うちわ揉めしている場合じゃないんだろうけど、いろいろ事情はあるだろうからね。そもそも三菱グループの中核をなす三菱 UFJ 銀行、三菱商事はそれぞれの分野で業界主位の座を他社に譲るなど逆風にさらされているが、次期戦闘機開発に際しては日本の防衛を担うことを最優先に協調を進めてほしいと願うばかりだな。日本の次期戦闘機開発の大枠の形は、この2022年内に正式な合意を経て発表されると予想されているんだけど、太平洋戦争後の日本がアメリカ以外の国とここまでの規模の兵器開発を行うこと自体が初の試みなんだ。現状ではイギリスが推進しているテンペスト計画に日本側が参画していく方向に見えるんだけど、少し気になっているのはアメリカが日本の次期戦闘機開発を第6世代機ではなく、第5世代機相当の枠だと見ている部分だね。もともとイギリスのテンペスト計画も日本の次期戦闘機開発も第6世代戦闘機開発に該当するとの見方が主流であり、こうした範疇の定義が後付けであることを考慮しても、それが合っているのか否かは非常に気になるところだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。